賢い犬リリエンタールは、吉原大輔による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて2009年42号から2010年23号まで連載されていた。全32話。喋ることのできる犬、リリエンタールとリリエンタールを弟として迎えた日の兄弟を描いたストーリー漫画。サイエンスファンタジーやコメディの要素も含まれている。サブタイトルは、 前半が人物名、後半がリリエンタールが引き起こす不思議な出来事や話のメインとなる人物名などで接続詞はととなる。定年齢層の読者を意識してか様々な用語に丁寧な解説がつく場合がある。連載前の2008年51号に読み切り版が掲載された。その読み切り版は単行本3巻に収録されている。単行本1巻は 通常のジャンプコミックスより1話多く収録され、通常より20円高い440円で発売された。また、単行本4巻では、特に最終話に関して大幅な過失修正が加えられており、本紙未掲載の最終話から半年後を舞台にしたエピローグも掲載されている。日の兄弟の二人のもとへ、海外に離れて暮らしている両親から、あなたたちの弟と一緒に、 日本に帰りますという手紙が来る。弟が来ることを楽しみにしていた日の兄弟だったが、二人の前にやってきたのは、リリエンタールと名乗る犬だった。しかも賢い犬リリエンタールは、人の心に反応し、ぼんやり光って、周りに不思議なことを起こす変な犬だったのだ。今日もリリエンタールの不思議な力により、日の家に騒動が起こる。リリエンタールは、無事に立派な、 日の家の弟になれるのだろうか管理官サングラス組エリート組紳士組神、道組作中の12星座は実際に存在しない星座である。事件の過程や結末は異なるが、連載版でウィルバーが正式に登場する回、第11話第13話の原型となった話でもある。家族を救うために奮闘するリリエンタールが主に描かれ、 そのひたむきな姿を見てウィルバーが態度を改め、最終的にリリエンタールとの協力関係に至るという点は共通している。なお、掲載時の扉の煽りは、リリエンタールは賢い犬、すなわち賢い犬である。だった。賢い犬リリエンタール2010年2月4日。 ISBN 978から4から08から87万4から5一巻のみ440円賢い犬リリエンタールとシンシウィルバー2010年4月2日 ISBN 978から4から08から87万29から8賢い犬リリエンタールとフライヤー号2010年7月2日 ISBN 978から4から08から87万54から 零平六、賢い犬リリエンタール賢い犬リリエンタールと、みんなの家2010年8月4日、ISBN 978から4から08から87万91から5、ありがとうございます。